こんばんは、白ドラニュースの時間です。白ドラ大好きクラブ西久保アナです。そして大地毛です。本日のニュースです。7月16日火曜日より YouTube を視聴すると白とドラゴンのアイテムが手に入る白ドラ9周年おかわり動画視聴キャンペーンが開催されます。その詳細をお届けしてまいります。つい先日にね、ミラティブでのキャンペーンスタートしたばっかりですけども、はい、またまた動画にちなんだキャンペーンですね。そうなんです。7月は白とドラゴンの動画をお得に楽しむ動画投稿&視聴強化月間でございます。改めて3本のキャンペーンをご紹介いたします。はい、7月1日から7月31日が第6回 YouTube 動画投稿キャンペーン、そして7月13日から7月26日がミラティブ配信&視聴キャンペーン、7月16日から7月31日が白ドラ9周年おかわり動画視聴キャンペーンとなっております。うん、このね、 YouTube を視聴してゲームのアイテムが手に入るっていうのが、もうどうやってと思うことたくさんいると思いますんで、もう詳しく説明お願いします。はい、この白ドラ9周年おかわり動画視聴キャンペーンですが、動画視聴者として、そして、動画投稿者として、この2つのパターンで参加することができます。もちろん両方に参加することも可能です。まずは視聴者として参加される場合から説明していきます。参加条件ですが、キャンペーンサイトで X アカウント、そして白とドラゴンユーザー ID の登録が必要になります。登録ができましたら、あとはキャンペーンサイト内に上がっている動画のリストから好きな動画を視聴していただくだけといった簡単な流れです。動画を視聴するとなんかポイントが貯まるよみたいなことでしたよね。そうなんです。動画を視聴していただいて、こういった感想をポチッとつけていただくと1ポイント獲得できる仕組みとなっています。なるほど。で、このポイントはどういったアイテムと交換できるんでしょうか。はい、交換できるアイテムをご紹介いたします。それがこちらです。はい、交換はそれぞれ1回ずつとなります。あーはーはー、かなり豪華ですね。全部ゲットしておきたいところなんですけども、これポイントの獲得については上限とかがあるんですか。はい、1日に獲得できるポイントが最大10ポイントとなっておりまして、毎日0時にリセットされるということです。すべてのアイテムを交換しようと思った場合は、毎日しっかりとポイントを貯めていく必要があるかと思います。うん、ポイントの獲得やアイテムの交換期間についてはこちらです。はい、ポイント獲得期間が7月16日火曜日の19時から7月31日水曜日の23時59分。そしてこのアイテムをじゃあ交換する期間はというようになりますと、7月16日火曜日19時から8月の7日水曜日23時59分までとなっております。少し猶予がございます。また交換されたアイテムは8月19日月曜以降にゲーム内にて配布予定となっております。即時配布ではございませんのでご注意ください。なるほどね。たくさん視聴していただいて、そしてね、合わせてチャンネル登録なんかもしてもらえると動画投稿している方たちの応援にもなるかと思いますんで、ぜひ皆さんね、よろしくお願いします。はい、ちなみにこちらのポイント獲得状況や、アイテムの交換状況などはキャンペーンサイトのマイページにて確認ができるようになっております。ログインしてご確認ください。そしてお次は、動画投稿者としてのキャンペーンに参加する方法もご説明させていただきます。参加条件はキャンペーンサイトで白とドラゴンユーザー ID、 そして YouTube のチャンネル ID、 そして X アカウント、この3つの登録が必要になります。受付期間がこちら、7月15日月曜日のお昼12時から7月30日の火曜日23時59分までです。こちらを登録していただいて、白とドラゴンに関連する動画を YouTube に投稿をお願いいたします。その際にタイトルまたは説明文に白ドラ動画投稿キャンペーンのタグを必ずつけて投稿してください。対象となる動画がキャンペーンサイトへ反映される仕組みとなっております。はい、これは先日も少し話ありました、この YouTube 動画投稿キャンペーンとも連動しているっていう部分ありますね。そうなんです。ですので7月1日から開催しております第6回 YouTube 動画投稿キャンペーンで、現在まで投稿していただいている動画ももちろん対象ですし、またこの機会に新たに動画を投稿いただいてももちろん OK です。たくさんの方にご自身のね、動画を見てもらえる大チャンスとなりますので、ふるってエントリーご参加いただければと思います。これはでも本当にいい機会になりますよね。うん、なんで僕もね、すぐに登録したいなとは思いますけども。
はい。ちなみにこれよりたくさんの人に見てもらえるなんかコツみたいなものってあるんですか？はい、こちらがですねキャンペーンサイトにも記載あるんですが、再生回数を増やすためのポイントとしまして、初心者向けっていうねタグ、もしくは上級者向けというタグをつけると動画一覧で各ソートに掲載されますので、視聴者から見つけてもらいやすくなるそうです。なるほど。動画投稿キャンペーンの方ではね、確かその初心者向け動画賞とか上級者向け動画賞なんてありましたんで、それともつながってるって感じですね。そうなんですよ。動画投稿キャンペーンについては以前の動画でもね詳しく紹介しておりますので、そちらも合わせてチェックいただければと思います。うん、これはね動画投稿される方は必ず参加した方がお得かなと思いますね。はい、あの参加賞の懸賞機会とかもありますし、条件クリアすればねオリジナルグッズなんかももらえますんでね。そうですね、今回紹介しましたキャンペーンについてはこの動画の概要欄にそれぞれのキャンペーンページへのリンクを記載してあります。皆様のご参加お待ちしております。以上、今回は白ドラ9周年おかわり動画視聴キャンペーンについての情報をお届けいたしました。また最新情報が届き次第お伝えさせていただきます。皆さんチャンネル登録よろしくお願いいたします。それでは次回の動画でお会いいたしましょう。ごきげんよう。